明日から開催される弥彦の秋の風物詩、弥彦菊祭り。全国から多くの人が訪れるイベントですが、菊の出品者にとって今年は苦労の1年となったようです。弥彦神社の境内に咲き誇る色とりどりの菊の花。こちらは壮大な景観で人々を魅了する大風景花壇です。今年は日本三霊山として知られる霊峰白山を表現しています。いや、なんかいいですね。やっぱね、毎年恒例のね、この時期に来れたので。何色が好きとかある？ピンク。およそ2000鉢の菊が展示され、コロナ禍前は30万人が訪れたイベントですが、今年も色とりどりの花が咲く弥彦神社の菊祭り。しかし、この夏の猛暑の影響は菊にも出ています。明日からの開催を前に、まだつぼみのままの菊がいくつも。その背景にあるのが今年の猛暑だといいます。もう苦労なんて、もう苦労し、どういうこうもならない暑さなんですわ、はい、今年県内を襲った記録的な猛暑、米などの農作物に被害を及ぼしました。その影響が菊の生育にも出ているというのです。とにかくね、もう温暖化になりまして、全く菊がね、成長が著しく弱っているんですね。だから開花も10日から15日遅れていますね。開花が遅れ、花も小さいといいます。それでも美しい菊を届けるために努力を重ねてきました。鉢は手に触らないぐらい熱くなるんですけど、それをござを巻いて温度を下げるとかね、土の温度をね、いろいろ工夫しますけどね。一作目作りましたけれども、花がね、よく綺麗に咲いていますもんで、でその辺もまたよく見て、いろいろな種類の菊がありますもんで、よく見比べてもらいたいですね。例年以上に出品者の努力が詰まった今年の菊祭り。明日から開催され、菊は11月7日から10日に見ごろを迎えるということです。